タートしました。好スタートは踏みのトップヒル、ポンと飛び出しました。追っていくのはビリーブ、ビリーブが追って、さあ先頭に変われるかどうか。内から湘南タイムがかわしていきました。連れて一気に内から石のグレース、一気に並んでいってかわそうという構え。2頭並んでいます。外湘南タイム、内は石のグレース、そして3番手ビリーブが続いて、アタゴ大将、エコロプレイスは今日は5番手からの競争になりました。踏みのトップヒル、アグネスソニック、さらに外からはブルーショットガン、一気に上がっていく。外はサダムブルースカイが一気に進出、さらに内から3番の大気トレジャーは終始後方の内で揉まれています。3コーナー回っていきました。残り600を切っています。3馬身後方に追い込みにかける5番の TM サンデーは最後方。4コーナーのカーブに向かって一気にビリーブが先頭に変わりました。ビリーブが先頭、湘南タイム、内の2番手石野グレー早くも交代で、外からはサダムブルースカイ、踏みのトップヒル並んできて、4コーナーカーブから直線コースに向かいました。その直後にエコルプレイス、間から大気トレジャーが差を詰めて4番手の一戦まで進出。直線コースに向いて残り200を切って、ビリーブが先頭、内が入った。3馬身、4馬身、これは独走になった。2番手から外からアグネスソニック、内からはアタゴ大将が差を詰めてくる。さあ先頭はビリーブ、3馬身のリード、ビリーブ先頭でゴールイン、ビリーブ貫禄勝ち。その後2着は接戦、わずかに外アグネスソニックか。